私の住んでるお部屋は 1K6 畳のめちゃめちゃ狭い部屋です。ここに一匹のお米姫と暮らしております。で、家具の紹介もしていきたいと思います。こちらのソファーですね、フランフラン、あ、なんか押してしまった。こちらのソファーをフランフランで購入しました。フランフランで2020年に購入をしました。で、その横にあるクッションもフランフランで購入してます。で、このお米ちゃんのお家、こちらはシーインで購入しました。で、こちらのぐるぐるボールは需要あるかわからないんですけど、楽天で購入しました。こちらもシーインで購入したものになります。お米ちゃんのおもちゃです。で、これはアマゾンで購入しました。で、これもシーインで購入してます。で、お米ちゃんグッズはだいたいね、シーインでこういう可愛いものを頼んで、こういう実用的なものは楽天とかアマゾンで頼んでます。はい、この下にちょっと隠しますね。これは結構アマゾンで3、4000円で買った。カメラなんですけど、結構機能が良くておすすめです。このシャープの空気清浄機ですね。こちらは Amazon で購入しました。こちらの鏡、こちらの鏡は、Amazon で購入しました。このスイカのクッションも Amazon です。で、このバリバリボール、これはペットショップでついてきました。セットに。よくお米ちゃんが乗ってます。で、このウミガメさんは与論島のプリシアリゾートで購入したウミガメさんになります。お米ちゃんのお友達です。で、ここに結構お米ちゃんのグッズが入っていて、お米ちゃんのボディ用のシートだったりとか、あとはこれノンアルコールのウェットティッシュ、ちょっと汚れてるなって。これも、まあ、その同じウェットティッシュ で、こっちも同じです。で、これはもうキャット専用で、匂いがすごく消えるものなのでいいよってフォロワーさんに教えてもらって購入しました。まあ、あとはここに、まあ、お菓子だったりとか、いろいろ爪切りとか入ってます。この奥にね、お洋服、冬物のお洋服だったりが入ってます。これはヒーターですね、お米ちゃんが入ってます。で、この机ですね、これはご飯を食べるときに敷いているランチョンマットです。これはフランフランで購入しました。で、これはポール&ジョーでプレゼントをもらった際についてきた箱になります。ここに私はお薬を入れて飲んでおります。で、このティッシュケースは Amazon で購入しました。で、このスイッチですね、かわいい、お米ちゃん、やっほー、ここにいたの。そう。で、この花瓶は100円ショップ。で、この花も100円ショップ。これはお父さんがなんか送ってくれたやつで、これですね、これ結構私好きで、アイハーブで買える、まあ、リセッシュみたいなものなんですけど、すごくいい匂いなんですね。お米ちゃんもこの匂いは嫌がらないので、すごいところから出てきたね、お米ちゃん。そう、これは本当にいい匂いですのでおすすめです。友達が家に来た時とかもこれをね、シュッシュって言うと、何この部屋、すっごいいい匂いと言っていただけます。これはお米ちゃんのために買った湿度とか測るものですね。あとこれ白のホワイトリリーのディフューザーです。お米ちゃんがちょっと触ると危ないので、こうやってちょっと奥に置いてます。で、これは友達が作ってくれたお米ちゃんのマグカップです。ここに爪切りとかお米ちゃんのお洋服というかヘアアクセサリーとかを入れてます。で、これはご飯を食べるときとかにシュシュ消毒します。で、これはお米ちゃんのトイレとか、まあ、そういうところに吹きかけてます。で、これお米ちゃんの、ね、バラビタミン骨 ビタミン補給
するやつですね。でこれ自撮り棒、このね自撮り棒が一番よくて、このタイマーとかもねしっかりついてるので自立もしますし、私いろんな自撮り棒買ったんですけどこれが一番おすすめです。でこの下にこうアクセサリーだったりとかが入ってます。アクセ紹介とかはまたやります。でこのテレビが、ま、ヤマダ電機で1万5000円くらいで購入したものになります。すごい安かったです。でもその代わり説明書とか保証が一切なかったです。ごめんちゃんテレビの裏行った、かわいい。でこの棚ですね、これがフランフランで買ったものになります。でこのテーブルもねフランフランで買いました。ここはこうやってね上がるので結構いろいろ収納できたりします。でここのね、でこのゲージはペットショップで一緒に購入したものになります。で座布団はさっきのこれについてきたものになります。でこの猫砂なんですけどいろいろなものを試していて、今2つ目ですね。ペットショップでもらったやつはすごい小さくて粉粒がすごいこぼれてしまうんですけど、このちょっと大きめのものにしてからあんまりこぼれなくなったのでおすすめです。はい、であとこのバナナ、お米ちゃんで遊ぶやつのバナナは Amazon で買った日立だね、あとこのマネキン、私の彼氏私の女友達も Amazon で買いました。で今はスーツケース一番でかいサイズですね。でまあここにすごい走って入っちゃった荷物があります。ヤマダスーツセレクト、ヤマダ電機で買った冷蔵庫、ちっちゃいやつ、すごい安かったです。2万3万くらいでしたね。でこの上のはほぼお米ちゃんのご飯とかが置いてあります。キャップとかもあるんですけどほぼお米ちゃんのグッズですね。はい、でここもお米ちゃんのグッズと、まあ、あとバッグかな、とケースとウーロン茶とお水。でもキッチンはね料理しないので、も物置になってしまってますね。はい、こんな感じで汚くて申し訳ないです。でこの上ですね、こんな感じでサプリとかいっぱい入ってます。毎日飲んでサプリはこのバイオプロティクス、おみちゃんこれはすごくいいです。乳酸菌ですね、これくらいですね最近取ってる。であとこの洗濯機も4万円くらいでヤマダ電機で買いました。このねデオトイレのこれを使ってますし、デオトイレのやつを気を使ってます。わかめ、わかめた。で最後に洗面所、洗面所ほんと汚いんでびっくりしないでください。こんな感じです。もうやばいですよ、もう溢れかえってる化粧品とかが。もうほんとみんなには隠さず伝えるけどね、こんなに汚い私の。ここにスキンケア類入ってます。でもこんなにあるけど使うのは、まあ、これとこれとこれと、まあ、これとこれとこの辺とかかな。あとはまあこの辺ですね。やっぱこのハイハーブのこのシリーズはもうほんと何本もリピートしてて、まあ、この洗顔といいもう大好き。石鹸だけジョーマローンのイングリッシュペアのものを使ってて本当にいい匂い。歯磨き粉はクレストですね、アイハーブで買ってるホワイトニング効果があるのでクレストを使ってます。お、ごめんた、今使ってるボディーソープが、まあ、これですね。これ今バズってるけどネットで、もともと使ってた私は。このブランドは本当によくてよく使ってます。でシャンプー、ごめんごめんちゃん、でシャンプーもソープディーと、あとアイハーブで買ったこちらのものを最近はずっと使ってます。化粧私はハクスリーの
このクレンジングジェルをアイハーブで買って使ってます。あとはこのアンテナ、こちらも洗顔使ってます。でトリートメントは美容師さんにおすすめしてもらったこのトリートメントを使ってますね。まあでもこのシステムとかもね結構使うんですけど、定番はこういうなんかやつでいいのかなって思う。であと個人的におすすめだよっていうのは、さっきのこのやつの待ち、そこでさーって商店のお米ちゃん、この持ち運びできるので、これでお泊まりとか外出かける時もデリケートゾーンをきれいに拭いてあげれるっていうのはおすすめです。てかさ、パパクリスティンっていうこのカラコン結構みんな使ってるからね、買ってみたんだけど私はあんまり合わなかった。普通にこのシード眼科とかにあるこういうので全然いいかなって感じかな。最近使ってるのはこの辺、香水とかジミーチューのこれを使ったりとか、ティファニーのねこれは結構男の人っぽい匂いなんだけどよく使います。大学生くらいからずっと使ってるけど、あとはこのイングリッシュペアのミストだったり、あとは白、やっぱ白はねいいよね。白はね、白はやっぱホワイトリリーが一番好きで使ってます。日焼け止めはやっぱ結局この GQ9 の日焼け止めをアイハーブで大量に買ってるのでこれを使ってみて、結局これディオールとか買っても使わないんですよね。高すぎてもったいないと思って使えない、貧乏症なので。なのでなんかこれとかもなんか2万円5000円6000円くらいしたんですけど、免税店で結局一回も使ってないですね。コスパよく使えるのがいいですよね。まあそれくらいかな。アイシャドウはトムフォードのこの色ですね使ってて、であとハイライトチークはディオールのこれ、これ本当にこれハイライト使ってチークにしてすごい肌綺麗だねって言われるようになりました。それくらいです。そういう感じでちょっとおうち紹介こんな感じでよろしかったですか。であとは最後にベッドですね。ベッドは、フランフランで購入しました。でこのカバーもフランフランですね。でこの枕カバーがユーツキーというところのを使っていて、シルク 100% で作られたものなんですが、すごくコスパよく手に入るので3500円くらいでシルク 100% の手に入るので、めちゃめちゃ髪の毛綺麗になります。これは本当におすすめで、これはナイトキャップ、これも同じユーツキーので、このアイマスクも同じところでいいです。これシャンパンっていうカラーです。であのよくシーンとかでね安い枕カバーとかあるんですけど、もうそういうのところと全然ね質が違うの。本当にもう使ってみれば分かるけど、やっぱシルク 100% ってめっちゃ大事なんだなと思って、これ使い始めてから髪ほんとサラサラになりました。でやっぱりねこの枕カバーとかをちゃんとねいいものを使わないと、いくら美容院で綺麗にしてもねなかなか綺麗な髪っていうのは保てないので、やっぱこういう家のホームケア、毎日使うものをちゃんとしたものを使うっていうのが大事です。でどうしてもナイトキャップだとこう取れてしまったりするんですけど、この枕カバーだともうずっと使えるので本当に髪の毛サラサラになるのし、時短にもなるのでめちゃめちゃおすすめです。3500円でもこのクオリティ手に入るの最高すぎて、本当に女子全員におすすめしたいです。なのでナイトキャップかこの枕カバーかって言ったら、絶対この枕カバーでもうね寝てあげた方がね髪が本当に綺麗になるのでおすすめです。もうね髪の摩擦とかもなくなるので、本当に髪本来の美しさを守ってくれる商品なので大好きです。ユーツキーのものは。コメちゃんが眠そうにしている。そういう感じでルームツアー終わろうかな。このカーテンはフランフランで買ってきて、この2枚つけてるんですね私。外にグレーのやつ
見えないようにグレーのフランフラン、中お花柄のもので、これも外もフランフランのものです。という感じでルームツアー終わりたいと思います。お米ちゃん、最後みんなに挨拶しよっかね。はい、みんなにバイバイって、バイバイって、にゃ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 、バイバイ。嫌がってるね、ごめんねごめんね、バイバイ